さて時刻は8時になりました。2017年3月23日木曜日。さて今日の旧暦は2月の26日でございます。皆さんおはようございます。7時からお届けしておりますメニーモムライモーニング、パーソナリティの伊賀美由紀でございます。さて今日はですね、村内の小学校の方では卒業式が行われるということで、はい、卒業生の皆さん本当におめでとうございますね。はい、素敵な卒業式になりますように日上幸の方見守っておきますね。はい、そして私たち FM ユーターの方はですね、今日は時計小学校の方に、はい、なんと取材の方にお伺いいたしますので、都決小学校の卒業生の皆さんよろしくお願いいたします。さあ何で使うかと言いますと、今日夕方6時の夕刊 TV でご紹介したいと思いますのでお願いいたします。さあそれでは早速なんですけども、はい、今日ですね私のお隣に、素敵な方が、ゲストでいらっしゃってるんですよ。しかも、はい、読谷村内の人違いますよ、村外の人違いますよ、はい、県外の人そうなんです。はい、じゃあそれではですね、なんと、宮崎県からお越しいただいております。はい、自己紹介していただきましょう。どうぞ。はい、グッドイモーニングでございます。宮崎県は都の城市っていう焼酎と肉の町からやってまいりました、はい、日高です。よろしくお願いいたします。はい、日高さんよろしくお願いいたします。さあ昨日からですね、ここ沖縄県読谷村の方に入っていただいて、はい、昨日はがっつり FM 見たとね、はい、研修をしていただきまして、はい、ね、いろんなこの FM 見たの情報をねゲットしたと思いますけども、さあ日高さんは、宮崎県都の城市で何をやってる方ですか？私はですね、うん、同じコミュニティ FM 局があるんですけども、はい、うん、そこでですね、うん、立場上は局長というのをさせていただいておるんですが、はい、局長さんなんですよ皆さん、はい、雑用係でございます。、はい、そんなでも偉い人でしょ局長さんだから。いやもう残念ながらですね。なんで残念ながらってもうそこがもうなんですかね、もうもうどうにかしてくれよって感じなんですけどですね。どうなんですか。いやでもいいことがあったんです、うん、あ、何ですか。今回こうやって読谷に、はい、うん、お邪魔できたのが、はい、一番良かったですね。あ、本当ですか、はい、嬉しい。局長になれて良かったです。はい、そっか、このね、この都の城の宮崎県の方にね、都の城市というものがあるんですけどもね、市がね、はい、都、都にね、城と書いて、そうでございます。ですよね、都の城市、はい、住めば都の城でございます。そうなんですよ、とってもですね、やっぱり素敵な市でございますよ。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思いますけど、その中で、この放送局行っても大丈夫ですか？どうぞ。大丈夫ですか？はい、BTVBTV というケーブルテレビ局でございます。はい、はい、その中にも、もちろんテレビもありますしラジオもある、はい、うん、で日高さんはラジオの局長さん、はい、はい、制作 の部長もさせていただいておるんですが、すごい、こちらと同じようにはい、テレビとラジオと、うん、まあ、協力し合いながら、うんうん、まあ、一緒に取材にお伺いしたりしてですね、うん、地域情報の発信をしておるところです。はい、本当私たちと同じ、はい、私たちのもう先輩ですからね、本当に、ね、私たちはまだ来月でようやく映像の方は1年目になるんですけれども、こちらの方はなんと20年なんですが。20年ってすごくない？みんな、もうやってらっしゃることがもう先を行かれているような感じでですね、もう本当勉強になりました。ありがとうございます。とんでもございません。もうありがとうございます、ね、じゃあ皆さんこの宮崎県ね、先ほどもですね日高さんの方がおっしゃっておりましたけども、住めば本当に都で美味しいものもたくさんあるんですよね。まあ、そうですね、もう焼酎しかないって言っても過言ではないんですが、うん、はい、もう焼酎、豚肉、うん、もう牛から、うん、鶏肉ですね、うん、もう生産量は日本一の市ですから、うもう肉って感じですね。もうそうなんですよ。町で一番大きなお祭りが焼肉カーニバルってです、ね、あ、楽しそう。もう朝から晩までもう24時間焼肉食べて、焼酎飲んでひっくり返るっていうお祭りがあるんですけど、これいつですか？11月頃なんですけど、行かなきゃ、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、こんな祭り多分みんな好きだと思いますよ。いや、そうですよね。でも初めて知りました。いや、いや、そういう情報をぜひですね、今後お伝えしていけたらなと思ったりなんかしているところだったんですけれども、
ぜひあの今後交流できたらありがたいなと思っております、はい。向こうにもこうやってイモーニングと同じように朝の情報番組とかあるんですか？あるんですよ、うん、あのモーニングマーケットプラスっていう番組、モーニングマーケットプラス、はい、あら同じようなモーニングモーニングがついてますね。そうなんですけども、うん、もうなんていうんですかね、朝7時から、うん、10時まで朝の情報番組、向こう3時間なんですね、やらせていただいてるんですが、有光雄太郎というのがおるんですが、有光さん、はい、今度研修にお伺いさせたいと思いますのでここにちょっとあの鍛えていただけるとありがたいなと思いまして、いやいやとんでもない、はい、逆に教えてほしいぐらいですよ。もうあのいつも心は10代って言ってるんですけどですね、うん、一緒だ私と、もうその通りなんですがもう全然10代じゃないもんですから、はい、ね、本当に気持ちはね18歳って言ってたんだけど、だんだんね23歳ぐらいになったかなっていう感じがするんですけど、22ぐらいだと思います、ね、あ本当、はい、だからさんお上手で、ね、何が欲しいのかしら、ベニーも後でよろしくお願いします。もう最高だね、本当にねこの宮崎県ね、本当にやっぱり、南国っていうねイメージがある。昔は、あ昔って言ったら失礼かもしれませんけど、なんかこの沖縄にブームが来る前は、はい、あのやっぱり新婚旅行はこの宮崎県っていう方が多かったですよね。そうですね、あの宮崎に新婚旅行で来ていただくこと多かったんですけども、うん、最近はですね、うん、もう本当韓国、うん、中国の方が多いですね、うん、そうなんだ、はい、でも本当に私もね、何度か宮崎の方に足運んだことあるんですけども、やっぱり沖縄とちょっと似てヤシの木が ね、 そうですね、道路の方にね、はい、中央の方にパームツリーがずっと並んでおりますので、はい、あのもう本当こちらにお邪魔させていただいてるんですけども、うん、もう地元にいるような感じ で、 です、ね、はい、もうくつろがさせていただいております。いやいや、はい、でも本当にそんな感じなので、特に沖縄の皆さんっていうのやっぱり合うと思いますよ。いやもう、映ってるんですかね、テレビの方でも映ってますよ、映ってます、この風貌ですからあの横沖縄出身の方と間違われたりですね。でもちょっと日高さんはこの色もね結構黒くて、まあそうですね、うちなんちゅって感じ、しまんちゅって感じですね。はい、あもうそう言っていただけると嬉しいんですけども、沖縄好きです、たまにあの大好きなんですよ。あ本当、はい、あの今回で20回目ぐらいになりますので、はい、こんなに来ていらっしゃるんですか。もう大好きなんですよ沖縄がですね。そうなんだ。じゃあ本当に多分私たち以上にもしかすると沖縄のことをよく知ってるのかもしれませんね。いえいえ、もうあの僕はあのデブ症ですので、ホテルの中でじっと本を読んでるだけなんですけれども、はい、そうなんだ、もう最高。でもさあ皆さん、今日ですねこの日高さんのね、もちろんですね宮崎県の都の城市にあります、こちらですねケーブルテレビがあります BTV、株式会社の方から来てくださってるんですけども、もうせっかく来たのでね、この後8時30分、はい、もう最後までいますよね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当にね、この BTV の方ではですね、あの局長さんでもございますので、もうおしゃべりは多分もうバッチグーかもしれませんので、いやいや、もう4年ぶりの出演でございますので。4年ぶりのラジオですか。はい、あら、もう本当震えております。嘘つきあ、もう局長さんに嘘つきというのはあれかもしれないけれども、でもとても楽しそうだからね、結構やっぱり、このせっかくなので沖縄県、そして読谷村 FM 読谷の方でちょっとがっつり喋っていただこうかなと思いますので、はい、この後よろしくお願いいたします。大丈夫ですか、はい、この訛りがいいですねやっぱり。そうですか、訛ってますか、うん、東京生まれなんですけどもでも生まれでしょ育ちは生まれただけで育ちは都の城でございますやっぱり、はい、もうね、だってこの、イモーニングの方でね、私のこの話、以外にもちょっとやっぱり、あら今日はなまった方が、ね、おしゃべりの方が出てるってなると皆さん耳を澄ませますからね。そうですかね、なまってますかね。もう最高、このなまり、なんか久しぶりのこの感覚がすごく蘇ってきた自分では全くわかりませんそうはい、さあね、もう沖縄の方に20回も来ているということで、BTV の方からですね、日高さんが来てくださっておりますので、ぜひ皆さんですね、いろいろ聞いてみたいと思います。なぜ沖縄が好きなのか、沖縄ではどういったですね食べ物もたくさんありますけども、都城市の食べ物だったり、そして沖縄の食べ物どう違うのかね、向こうの情報も知りたいと思いますので、日高さんお付き合いの方よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。はい、さあそれでは皆さん8時30分楽しみにしててください。それではですね、この時間のイモーニングも皆さんに聴感ニュース、読谷村の情報、音楽を交えながらお届けいたします。それでは引き続きお聞きくださいね。